はい、どうも皆さん、こんにちは。お約束通りね、札幌2歳ステークスの、予想動画もちょっとね、出していこうかなと思います。で、このレースね、ちょっとまあ、参考レースとしてね、2レース分レース映像も出すんで、ぜひご視聴ください。まあ、出走馬もね、父親の場面も入れて、ちょっと言っていこうかなと思ってね、2歳戦なんで、54キロなんで、まあ、馬体重をね、カットして、その分ね、今現在、9時26分現在のオッズ情報を入れてね、お知らせしようかなと思います。札幌競馬、今日の、第11レース、第52回札幌2歳ステークス G3、距離1800メートル、右回り。1番、ルーラーシップ3区、シスターフラッグ、岩田康成で6番人気、12.6 倍。2番、祭り田五宝3区、ビオトボス、松岡正美、13番人気、65.3 倍。3番、門別競馬からの遠征馬、谷野ギムレット3区、ミスマンマミーヤ、鞍上宮崎光之、7番人気、15倍。4番、ハーピージャン3区、カレンシリエージョ、池添健一で5、3番人気、7.5 倍。5番、ネオユニバース3区、ロジャージーニアス、吉田隼人、11番人気、29.1 倍。6番、ハーツクライ3区、コスモインザハート、柴田大地、9番人気、17.4 倍。7番、門別ケアワラの同じく遠征馬、父、ベーガバド、3区、ダブルシャープ号、石川大和騎手で10番人気、19.2 倍。8番、ルーラーシップ3区、ディバインブリーズ、藤岡浩太、12番人気、43.7 倍。9番、同じく、プリサイドエンド3区、ロードトレジャー、リーディアな。三浦厚生で8番人気、16.6 倍。なんか虫がうぜえな。10番、オルフェーベル3区、クリノクリーニング、北村雄一、2番人気、5.8 倍。で、1番、2番人気でね。11番、こちらもオルフェーベル3区、ロックディスタウン、クリストフルメール3、1番人気、3.6 倍。12番、サージュミノル、エンパイアメーカー3区、で、坂井隆生、14番人気、104.4 倍。13番、松風。これちょっとね、外場なんで読み方わかんないんでね、ちょっと申し訳ございません。福永祐一、4番人気、9.5 倍。最後14番、ファストアプローチ。こちらもちょっと父ちゃんね、外場なんでね、ちょっと申し訳ございません。海老名正義で、5番人気、10.0 倍ということでね。まず今回は、まあ、このレースをね、まず予想しようと思ったきっかけ。去年の、確かあれかな、札幌2歳ステークスの勝ち馬が、トラストかな、確か。これね、トラスト王。これね、もともと川崎競馬の馬で、今年、地方競馬出身馬にしては、異例の、皐月賞、ダービー、NHK マイルとね、3競争連続。でね、これちなみに明日の、札幌競馬で出ますんで、確か距離が芝2600。まあちょっとね、JRA 落ちてきてから久々のね、オープン競争ということなんで、まあこれもね、明日札幌11レース予想動画出しますんでね、ぜひご視聴ください。まあちなみに去年ね、トラストが勝って、まあ、この、札幌2歳ステークスね、ちょっとまあ地方馬が、馬券に絡みやすいとね、正直俺思ってるんで、まあ去年のトラスト号みたいに。ちょっとね、今回は地方競馬の、ミスマンアミー、あとはね、7番のダブルシャープを、主体にね、紹介していこうかなと思います。ミスマンアミーや、まず紹介していきましょうかね。初戦 JR 認定フレッシュチャレンジが、宮崎光之氏で5番人気3着。2歳未勝利、同じく5番人気3着。3列目のエアドゥ絆の森。これもね、宮崎光之氏で2番人気2着。で、4戦目にしてもう1回 JRA に行ってアタックチャレンジ競争が、ダブルシャープ号にね、ちょっと負けちゃったんですけど、6番人気2着ということで。で、次の JRA に行ってアタックチャレンジ勝利して、まあ、あれかな、今年、来年か、まあ、JRA に行ってね、取れたんで、まあ、JRA に移籍してもいいかなと思うんですけど。まあ、とりあえず、で前走、札幌競馬のコスモス賞、7番人気2着ということでね。まあ、芝初出走にして、まあ、井上俊彦騎手。2着ということで、まあ、おめでとうございますということで、ね。で、もう一頭、ダブルシャープ王。これはね、石川大和騎手。まあ、知ってる方はご存知だと思うんですけど、前走8月の クローバー賞ね、これ、石川大和騎手。地方、JRA ね、初勝利ということでね、まあ、確か俺予想動画出したんですけど、まあ、副賞もね、これちょっと200円ぐらいにしかなんなかったんでね、あれなんですけど。まあ、初戦、JRA にてフレッシュチャレンジ、4番人気3着。2戦目、ミスマンアミヤに勝った、JR にアタックチャレンジが1着。まあ、ミスマンアミヤのタイムがね、1分54秒3なんで、まあ、約コンマ9秒あるんでね。まあ、結構格上かなと思うんですけど、こっちのダブルシャープの方が。で、前走、ブリーダーズゴールドか、ブリーダーズゴールドジュニアカップかな。多分3番人気2着ということで。まあ、サザンビグラスに負けてしまってね。
で、前走札幌競馬、石川大和騎手、JRA 初勝利の札幌クローバー賞6番人気1着ということでね。まあ、距離はね、今回1800かなに対して1500なんで、確か1800だよな。1800なんでね、まあ、距離適正で言うと、前走1800のコスモス賞2着のミスマンガミーアもね、ありかなと思うんですけど、まあ、やっぱりね、まあ、どちらもね、ダブルシャープもミスマーミーアも、門別競馬の成績含めて、まあ、払い戻し率 100% のね、まあ、いい子たちなんでね、まあ、今回はね、トラストに負けないように、まあ、ちょっとね、トラスト2世みたいなね、頑張ってほしいんですけど。まあ、とりあえずね、まあ、俺の本命としましては、まあ、正直ね、地方競馬は俺は主体なんで、まあ、偏見ございますが、3番ミスマーミーア。で、あとは、9番、ロードトレジャー。まあ、ちょっとね、復帰して、三浦鉱石氏にね、重賞ちょっと勝ってもらえっていう思いがあるんでね。で、あと11番、ロックディスタウン。で、12番、サージ、あと、12番、サー、あ？俺もなんで12にしたんだ ?12 絶対変わんねえぞ、俺。あれ？なんか間違えたか？ちょっと待ってくださいね。うん、多分12じゃねえ、これ14の間違いだ。あれでも11買ってることになってるの。なんでだろう。ちょっとお待ちくださいね。あ、11はありのか。なんで 12? ちょっとお待ちくださいね。ちょっとね、紙間違えて書いちゃってるんで、ちょっとね、あれなんですか、書き直すか、最後。ちょっと今ね、ボックスの画面が地方競馬のしかちょっと今予備ないんでね、ちょっとフォーメーション地方のに書いてしまうんですがね、ちょっとご了承ください。ちょっとお待ちくださいね。ちょっとテンパっております。3、9。はい、ちょっとお待ち、大変お待たせしました。一応ね、まあ、今回3連単のフォーメーションで勝負しようと思ってるんですけど、まずね、1着に予想したのが、3番、まあ、ミスマーミーア、前走1800をね、井上敏彦騎手2着ということでね、まあ、ちょっと、今回宮崎光彦騎手に戻るということでね、期待を込めて、まあ、ミスマーミーアを1着予想。で、次に9番、ロードトレジャー、まあ、三浦鉱石騎手、復帰初戦、まあ、復帰のね、復帰して、まあ、重賞初挑戦かなと思うんで、まあ、ちょっと三浦鉱石氏もね、頑張ってもらいたいということで、まあ予想しております。で、11番、オルフェーベル3区のね、1番人気、ロックディスタウン。まあ、安城クリストフルメイル騎手。で、13番の、松風、福永祐一騎手で、まあ4番人気ということでね、まああれなんですけど。で、2着予想は、この3、9、11、13に、7番、ダブルシャープを足しております。まあ、やっぱりね、俺、その、やっぱり地方競馬のね、馬が好きなんで、まあ、偏見っすね、完全に。申し訳ございません。で、3着に流す馬が、ちょっとね、頭数が多くなります、急に。1番、岩手砂の騎手のシスターフラッグ。で、3番、ミスマミヤで、4番、カレン、シリエージョ。7番、ダブルシャープ。で、9番、ロードトレジャー。で、10番の栗のクリーニング。まあ、北村一騎手に2番人気って言っても、まあ、無理でしょうね、この騎手には。と思っております。で、11番入れて13番となっております。まあ一応ね、フォーメーションは、こんな感じに予想してます。で、まあね、展開予想としましては、まあ今回のね、俺が予想した中で逃げそうだなと思ったのが、4番のロジャージーニアス。まあ逃げそうっていうほど逃げてもいいんですけど、まあ前走ね、コーナー通過順が4番4番ってことなんでね、まあ、花を主張しに行くのが、ちょっとまあそこまではね、100% わからないですけど。で、あとはね、10番。10番の、栗のクリーニング。このままね、コーナー通過時が3333ってことでね。まあ、花主張するのか。ってね、感じでございます。で、先行馬となりそうなのが、9番、ロードトレジャー。まあ、この子もね、花主張しに行くとは思うんですけど、まあ、どうなんですかね。まあ、初戦の新馬戦が、ミルコデムロキシ乗ってね、後ろから行って、
まあ4着ということなんでね。まあ前で粘りたいのか。まあそれともね、一気に後ろから刺そうっていうのか。まあちょっとそれがね、まあわかんないんで、まあ先行として扱っております。12番、サージュミノル。で、あとはね、13番、松風。これもね、一応先行馬に位置づけております。いや、なんで俺12予想してんの？絶対間違ってね。ちょっともしかしたら12じゃねえよな、絶対に。1,3,4,7,9,11,13 1,3,4,7,9 11の間違いか。11は誰だっけ、これか。ああ、まあ、失礼しました。9,11,13 ですね。9,11,13。まあ、三浦功績のと11番、ロックディスタウンで13番、松風。まあ、このこっち、ロックディスタウンはね、前走クリストフルメルキで新馬戦。まあ、こんな感じで5,4ってことでね、まあ、前からちょっと後ろぐらい。まあ、先段につけ、て。で、松風はね、コーナー通過中3333ということで、まあ一応ね、最後の第4コーナーで1ってなってるんでね、まあ後ろから来た馬に刺されたのかなと思うんですけど、まあ基本的に札幌なんでね、まあちょっとまだね、前残りするかどうかの判断がまだ俺は、今日のね、レース展開がまだ出てないんで、100%。だからまあ最終的にはね、今日の15時何分発送だっけ、15時25分発送なんでね、まあ10時頃に今日の札幌ね、刺す馬が強いのか、逃げる馬が残りやすいのか、ちょっとね、それもね、見て、まあ、最終判断もね、動画出したいと思います。で、後ろから行きそうな馬、これはね、1番、3番、7番としております。まあ、まず7番、ダブルシャープ号。前走はね、7、4と来て、まあ、3ということでね、で、まあ、1着。で、3番にミスマーミーア。この子もね、9997ということでね、まあ、後ろから、差し足持って、いい足持ったんだろうね、多分。まあ、差したんですけど。まあ、差したんだろうけど。まあ、それで2着ということでね。で、1番、岩手すなり騎手のこれ。まあ、8886ということでね、乗せたらダムスって面白いな、で、まあ、3番人気、1着。2着のね、ノストラウマで勝ったことでね。まあ、だから、今回、逃げ場としては、2頭、プラス、まあ、先段取り付けそうなって、まあ、5頭。で、刺しそうな、まあ、3頭っていう感じなんでね。まあ、本当にね、前残りした馬が残るのか、でね、後ろから行く馬が勝つのか。まあ、とりあえず、今のところ予想できますとね、後ろから刺す3番が、1着、1頭のみ。でね、残りの3頭は、9、11、13ということでね。まあ、先段にいそうな馬がね、予想して、まあ、オッズのフォーメーション流してるんでね。まあ、あれなんですけど。まあ、ちょっとね、去年のトラストの時もね、結構ついたんでね。今現在のね、3連単のオッズもね、ちょっと見ていきましょうかね、人気順で。まず、これ買ったらいくらなんだ。それも見ていきましょうか。3をフルに流し、ちょっと待ってくださいね。3をフルに流して、1を3着のみ。で、9を全部。で、あと4か。4と7を2着に入れて、4を3着。3、9、11、13、11、13。で、2着に7追加して、で、3着が1、3、4、7、9、7、9、10、11、13。一応ね、これ流すと、まあ、3連単が96点ということなんで、まあ、3連複で40点。馬連10点。馬単16ということ。あ、そっか、馬連10点か。で、まあ、馬単16点ということなんでね。まあ、3連単でも96点なんで、まあ、ちょっとこの辺もね、オッズ見ていきましょうかね。3連単96点分。なんでね、もうどうなりますか。今現在、11番、10番、4番。4、あ、4入れてるわ。よかった。あ、10でも2着に入れてねえんだな、俺。10って誰だっけ？あ、北村か。俺、北村嫌い。以上。すいません。偏見で申し訳ございません。仮についたとした場合、俺ちょっとね、今回10番をね、まともに予想してないんで、ちょっとね、省きますと、ここですね。11番、10番、1番。あ、失礼。ん？何番だ？俺待って、4を買ってるけど3着だろ ?10 買ってないから、10頭に入れてないから、あ、俺あれっすね、ついたとした場合、どこになるんだろう、この辺っすね。11番、あ、ダメじゃん俺。全然当たってねえじゃん、オッズ。3、9、11、13に7足すから、3、9、11、13に7足すから、俺全然ダメっすね、このオッズ。今回はマジで信用しないでください。これ本当に俺でも多分危ねえなって今本当に心底思ってますからね。俺の買った目で見に行きますと、
3連単11番、9番、10番で、ここっすね。11番、9番、10番で214.7 倍。マジ？マジ？やべえ。どうしよう。ちょっと3連単マジで検索しましょうかね、馬番順に。まず、軸馬をね、3番から行きましょうかね、順に。3番ミスマンガミーヤが、あれ失敗した。3番ミスマンガミーヤから、ちょっとこれね、反応悪いんでね。9番。あ、まず行きましょうかね、ダブルシャープ号で。地方地方で流した場合、どうなるか。1番で 984.3 倍。マジか。4番、982.7 倍。で、9番が、2429.1 倍。10番 707.9 倍、11番 715.4 倍、13番で、ね、2541.9 倍だったんですね。去年がいくらだ、トラストがあって40万ぐらい出たんだっけな。まあ、結構ね、破格が出たんでね。まあ仮に9番、あれかな、あ、11番でしょうか。11番ロックディスタウンがね、確かクリストフルメルクしか。で、あとは、11番だとして、そっか、福永、あ、じゃあ13番にするか。福永祐一しかな、13番、松風。これでちょっとね、流してみてみましょうかね。どんくらいになるか。11番、13番から流した場合、1番、岩田康成騎手で 519.3 倍。3番、ミスマンガミーヤ宮崎光騎手で 1181.2 倍。4番、540.7 倍。7番、ダブルシャープ、石川大和騎手 1509.8 倍。で、10番、465.9、あ、9番か。9番、973.2 倍。10番、465.9 倍。とね、なっておりますんでね。まあ、どうなるんですかね、本当に。わかんねえな。俺でも怖えな。まあ、買っちゃいましょうかね、これ、このまま。まあ、96点なんでね、3連単は。まあ、正直なんだろう、他の YouTuber がね、1000万、まあ、1400万ね、紙くずにした新潟の直線1000か。俺、あの時ね、3連複10から釣ってね、本当に当てたんでね、見事。あとあれか、あんたが俺言ったんだよな。直線一戦をね、経験してる馬が有利じゃねえかなったら、本当にね、その馬たちがほとんど来ちゃったから、いくらになったんだろう。結構買ったからな。で、あれ結構プラスになってね、あの動画の制作品にも全部回してるんでね、まあ、結構同じだったんですけど。でね、まあ、とりあえずもう尺が17分あるんで、今回はね、まあ、予想としてはね、逃げ馬が、逃げ先行馬がね、4、9、10、12、13。で、差しそうな馬がね、1番、3番、7番ということで、フォーメーションね、こちらだというふうにだけね、お伝えしておきたいと思います。で、最後。参考レースといたしまして、3番、ミスマンアミーヤが前走2着だった、コスモス賞のレース映像をね、まずお伝えしようかなと思います。機材ちょっと調整しなきゃいけないから。よし。ちょっとね、前走ミスマーミア2着だった、コスモス賞から見ていきたいと思います。スタートしました。ステルビオ好スタート。中からは5番の DS ソアラ、外からこれを制して8番のスターリバー出ていきます。さらに11番ソングオブローラン、これを追っていく5番 DS ソアラ、さらにそのすぐ外からじわっと9番のパワースピネル、1コーナーをカーブしていきます。ステルビオはちょうど馬群の真ん中、先頭から数えて6、7番手のところで2コーナーにかかります。先頭は8番のスターリバー、後続を3馬身離して先頭。11番ソングオブローランは外目の2番手、1馬身差3番手、内に5番の DS ソアラー、その外9番パワースピネルで向こう正面です。2馬身後ろ10番のビオトポス、これを見るように1番ガウラミリー、外から7番ハッピーグリーン、差がなく6番ステルビオ、後ろから3番手になり、後ろから4番手になりました。先頭までは8馬身9馬身、その後4番山のファイト、内に2番ミスマンマミーヤ、2頭の中に3番のクロスウィンドです。
向こう正面まもなく終わり、3コーナーを目指します。最初の1000メートルを通過、62秒から63秒ぐらいのペース。先頭8番スターリバーリードは体半分。11番ソングオブローラン2番手です。3番手インコース5番の DS ソアラー、外から10番のビオトポス、7番ハッピーグリーンがスーッと上がっていって3番手の外。前、前へと上がっていきます。あとは1番ガウラミディ、動けるか6番ステルビオ、ハッピーグリーンの後を追うような形で外から進出。第4コーナーカーブ400を切って、先頭はハッピーグリーン、服部隆文、リードを1馬身取って直線コースに入ります。これを追って6番のステルビオ、3番手インコース6番、10番のビオトモスで直線。先頭ハッピーグリーン抜けてリードは2馬身ですが、これを捉えに行く6番のステルビオ、離れた外からじわじわっと2番ミスマンマミーヤ、前は6番ステルビオ、先頭に立った、体半分から1馬身のリード、2番手ミスマンマミーヤ、先頭ステルビオ、降臨ということなんで、勝ちましたのが、あれですね、6番ステルビオクリストフルメルク氏1番人気で2着にミスマンアメミーヤ、ミスマンマミーヤ井上俊彦騎手7番人気3着はねハッピーグリーンこれもね地方馬の、門別服部隆文騎手4番人気ということでねまあ JRA 地方ということでまあ嬉しいことに地方競馬の、馬が2頭もね JRA に勝ったという証でまあ最近ねJRA ゴールに出る馬で、まあ、地方馬弱いでしょってよくそうね、そういう意見聞くんですけど、まあ、確かに JRA 馬がね、地方競馬に流れ込んできて、それはね、やっぱり JRA の方が、まあ、強い馬いるんで仕方がないですけどね。まあでも、なんだろう、JRA 馬が、本当にね、JRA 馬対決して勝てる場所がないからね、まあ正直地方に落ちてくる馬もいるんで、そういう意味でも俺はね、地方の方がね、結構ね、いい馬はね、多いかなと思います、正直言うとね。まあ、例えて言うと、浦和にいる銀ちゃん。あの子も今ね、JRA 馬と本当にレースしたらね、差のない対決できんじゃないですかね。まあ、掲示板に入るかどうか不安ですけど。まあ、誰に乗せるんだろう、そうそうそう。で、続きまして、7番ダブルシャープ号がね、前走勝ちましたコスモス賞。まあ、石川山崎賞ね、JRA 競馬初勝利ということでね、まあ、おめでたいレースだったんでね。そのレース映像もね、一緒にちょっと出しましょうかね。ちょっと待ってくださいね。スタートしました。コーダッシュは6番の競泳ルフィが切りました。早くも1馬身リードを取りました。2番手2番ブーディーズピアスに外からぐーんと接近、7番ユニバーサルライト、2番手に上がっていき、おっと1番竹翔パイロ交代です。さあ2番手に上がっていきました。7番ユニバーサルライト、内から3番ディープフラウミルヒ、3番手追走で向こう正面に入りました。あと4番手2番のブーディーズピアス控えて、外から11番デルマ奇跡、間は9番シンキングタイム続いて向こう正面中ほど、その後4番ダブルシャープ、1番竹翔パイロ、外10番タワーオブロンドン、後方から3投目2馬身差、8番の石松が続いて最後方から5番ストロングキック、3コーナーカーブに向かっていきます。逃げる6番競泳ルフィ、リードは1馬身半、1馬身差が詰まって外から差を詰める3番のリープフラウミルヒ、さらにはぐんと上がっていきました7番のユニバーサルライト。さあ3頭広がる形、 3,4 コーナー中間です。4番手インコースに2番のブーディーズピアス並んでいきました。間4番ダブルシャープが接近、そして9番シンキングタイム、さらには11番デルマ奇跡、こういうグループ固まってそのすぐ後ろまで上がっていきました。10番タワーオブロンドンです。残り400の標識にかかるところで先頭並んでいきましたが、リープフラウミルヒ、競泳ルフィ2頭並んで4コーナーから直線コースに入りました。あとはずらっと横に広がった、相手から4番ダブルシャープが前を伺うが、一気に1番外を通ったタワーオブロンドン、タワーオブロンドン先頭に変わるか、ダブルシャープ、ブーディーズピアス、リープフラウミルヒ、さらにはデルマ奇跡追ってきた、先頭タワーオブロンドン、タワーオブロンドン先頭、食い下がるダブルシャープ、食い下がるダブルシャープ、ダブルシャープが追い比べを制してゴール。2着は10番タワーオブロンドン。なんで、勝ちましたのが、門別競馬の馬、ダブルシャープ号安城石川読むと騎手 JRA 初勝利おめでとうございますということでね、2着タワーオブロンド、1番人気クリストフルメール騎手、3着デルマ奇跡、4番人気の藤岡浩太騎手で、4着もね8番、石松、門別競馬で桑村正明騎手ということでね、まあやっぱりこういう風に見るとね、地方競馬の馬もまあ結構ねいい馬いるんですよ本当に。ただね、竹翔パイロがね、あの時たちが俺ね、いきなりコーナーこけた瞬間、あ、終わったと思ったんですよね、あの子。あの子って言うんですよ。まあ一応竹翔パイロね。まあこの子もね、パイロサンクということでね、まあ俺結構好きなんですけどね、この子。まあこの子もね、JR 認定勝つと、まあちょっと H2 の栄冠賞、あとは JR 認定の水無月競争もちょっとね、まああんまり思いよしくないですけどね。まあサザンビーグラス2敗してるんでね、まあそうなるとやっぱり、門別競馬から今年はね、サザンビーグラスが、
まあ、全日本2歳優秀でもね、殴り込みかけてくれたら、あれかな、なんかまあ、全日本2歳優秀がね、なんか特別競争みたいにね、認定されたらしいんでね、その動画もちょっとこの後出すんで、ぜひご視聴ください。まあ、とりあえずはね、今回は、3番、ミス・マンマ・ミーア。あ？合ってる名前。ちょっとわかんない、今。さあ、リエーズ、3番、ミス・マンマ・ミーアと、7番、ダブルシャープ5ね、石川山特集、宮崎光之主ね、期待したいと思います。またね、JRA 競馬に、地方競馬の馬がね、出てくるとき、予想動画ね、臨時で出したいと思いますんでね、もしね、なんかありましたら、コメントか、メッセージにてね、ご連絡ください。まあ、確認できたらすぐにね、動画撮影できれば撮影しますんで。というわけで、今回この辺で終わりたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。